皆さんこんにちは、金子です。坂井亮太です。金子コーチ、はい、アルカラス選手のドロップショット、うん、試合の中で見ると見事に決まるんですけれど、はい、あのドロップショットって技術ってものすごい高くないとできないもんなんですかね。どの技術にもよるよね、はい、タイミングなのか、うん、それこそ本当にこのハンドなのか、うんうん、まあ選択する技術なのか、はい、このハンドで言うと、うん、ここまでの特殊な技術は必要なんじゃないかなっていう。なんかやっぱりこう見てて、うん、ドロップショットって女子の選手でもそうですし、うん、男子の選手でも当然のように試合の中で取り入れて走らせるっていうので使ってる選手が多いなと思うんですけれど、はい、あれを一般プレイヤーの方が、うん、まあ、打ってみたいと、うん、初めてドロップショット打つんですぐらいの人、はい、やろうと思った時に、うん、なんかこうただ打つだけでチャンスボールになっちゃったりとか、なんかこう打つ前から行くよ行くよ行くよってドロップショットやってみたりとかってあるじゃないですか。それバレバレですけどみたいな、あれをちょっともう少し決まるようにするにはどうしたらいいかっていうのが今回、ね、はい、あのね、結構難しいと思う。これは技術じゃない。なんでかというとドロップショットって打ち慣れとけば打てるから、はい、ただ一般の方って、はい、そんなドロップショットのためにボール出してくれる人いないよ。いませんね、はい、多分ラリー中心になると思う。その中でバンバンドロップショットやったら嫌われますね。もう友達なくしちゃうよね。そうですね。だそういう意味で難しい。そうです、まあ、打つ機会がまず少ないと。そうだからやっぱ打ち慣れとく、まあ、はい、あの難しい難しくないは、まあ、ちょっと置いといてで、はい、やっぱ打ち慣れとくことが重要だから、うん、やはりお互いドロップショット打とうねってこうやったりとかいう時間も設けた方がいいんじゃないかなっていう、はい、そうですね、うん、まあ今日のテーマはドロップショットということで、はいはい、では行ってみたいと思います。はい、タイ・バンコクで一緒に働くスタッフを募集しています。興味のある方は、一度ご連絡ください。お待ちしております。 OK です。ではまず一つ目はい、はテクニカル的なことで言うと、もうドロップショット打ちやすいグリップにしとく。それはどのグリップになりますか？まあスライス回転打ちやすいグリップでいいんじゃないかなっていうふうに思う、はい、器用な人は通常のラリーからグリップ変えて打つんだけど、まあ最初打ち慣れてない人は、はい、スライスを打ちやすいグリップにして、うん、間ですね、 V のところスロートをこう少しこうスピン打ちますよって見せて元に戻すみたいな。ここはもうちょっと演じないといけないって感じですかね。これすごい大切、演じることは、はい、打ちますよっていうのは、はい、これ今練習だからなんか笑っちゃうんだけど、試合の中だと相手引くから、あー、なるほど、打たれると思って、はい、うん、でそれで打つと。まずじゃあもうフォアハンドっぽくこう持っていかないといけないってことですかね、打つ前に、うん、そうするとしっかりこう肩まで入れた方がいいですよね。でこれ次につながるんだけど、はい、そうしないとタイミングも外せない。最初からドロップショット打ちますよじゃタイミング外すも何もないよ。だから打つぞと見せないとダメ。なるほど、うん、はい、次その打つところのそのこう入ってきて、まあドロップショットといえばなんかこうすごく回転をかけなきゃいけないと、うん、テニスの王子様でバックスピンで戻っていくようなドロップショットぐらい打たなきゃいけないんですかと思ったりする人もいるんですけど、そこはどうですかね。逆にねそれはしない方がいい。お、なスライスかければかけるほど距離の調整って難しくなると思うんで、はい、スライス回転を大きくかけようとすればするほど、まあ、逆にこのタッチ優先で弱スライスぐらい。あ、弱スライス。その代わり大切なのはタイミング、相手のタイミングを外してもう動けない状態にして打った方がいい、うん、まあ、そのタイミングっていうのは実際にどういうタイミングで打ったらいいんですか？相手がスプリットステップした時に、はい、はい、ドロップショット打ちますって言ったら前走れちゃうよ、うん、相手がスプリットステップした時に打つぞと見せればそのスプリットステップも後ろに行くように、はい、ちょっとディフェンスしようと、はい、でかつ少し早く取れば前にこう滑って少し早く打つことによってタイミングをずらして相手のオフバランスを狙って打つことができる、うん、ちょっと実際にタイミング見せていただいてもいいですか？ OK です。はい、こんな感じかな。どうだろう。おお。打つぞって見せかけて打たない、はい、今見せかけたっていうのは結構こう前にグッて入ったのが見せかけたってことですかね、うん、で普段そこまで入らねえだろうぐらいの行き方でもいいぐらい、はい、そうすると相手さらに気づいてくれるから。
はい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 。うん、なんか落ちてるところはだいたい今サービスラインのとネットの半分またはちょっと半分より奥だったりする時もあるんですけど、うん、これでも決まるもんですか？決まるし、多分取られたとしても多分そんな弾んでないと思うんだよね。そうですね、うん、でこれがスライス回転をかけようとして、はい、まあこうやってミスっちゃうよね。これだとやっぱ弾んじゃうよね。うん、だったら少し前に行ってもいいので弾まないように、うん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 、で今ちょっと滑ってるよね僕、はい、で外に滑ってるからいいんだよ、うんうん、相手はコートの外に追い出されますよね、はい、はい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 、まああんな厳しいところ打たなくてもいい、はい、ここで言うと相手がどこから打つにもよるんだけど、まあやって角度をつける。でこれ3つ目にも結構通ずるんだけど、はい、やはり相手がスピード乗るようなところには打たない。スピードが乗るようなところ、乗るようなところ、うん、それはポジションからってことですかね。ポジション、打つ方向、打つ方向。実際に例えば金子コーチが今のバックハンドの打つなんて言った時に打ちましたと、そこだったら僕はそっちに打つ。でもこう距離的には近いですよね。距離的には近いんだけど、はい、今これ酒井コーチの場所だとして、はい、まあ要はオープンスペースをケアするよね。そうですね、こうやって走って、前もケアするよね、はい、で膨らむよね、はい、だからさらに向こうが取りづらい。ああなるほど、うん、でもフォアだともしこっち側に打つんだったら向こう側に相手がいた時にこっからじゃあ酒井コーチボールを、はい、で特にダウンザライン打つぞと見せかけてこっち側に角度をつけてしまう。なるほど。ストレートに打たれた方が横に走ってる分前にはこう走りやすいですもんね、うん、こうやってね。だからそこだとまあ走りきれると思うんだよね。ということは僕は相当いいドロップショットを打たないといけない。結構プレッシャーだよね。これぐらいいいボール打っても返されちゃう、うんうん、まあもう走ってそのまま手出せますもんね、うん、多分今のドロップショットもそんな悪い距離じゃないと思う、うん、そうですね、うんうん、でこれをまずは打つと見せかけると、ダウンザライン打つと見せかけてこっち側に、そう、なるほど。でボールはどんどん外に行ってくれるから、たとえ触れたとしても、はい、さらにオープンスペースを生ませること、うん、まあリスクヘッジにもなるよ。そうですね、うん、その前よりもちょっと球出しはちょっと長かったかなぐらいのボールですけど、うん、やっぱり外に逃げてる分もあるし、うん、自分の重心の逆なので、うん、なかなか追いにくいです。で結構今のなんかドロップショット見てると結構早いんだよね、滞空時間のスピードが。だから反応もそんなに時間かけられないみたいな、うん、でボールも速いからどんどん外に行っちゃうっていうことは早く反応しないといけないみたいな、あ、うん、ふわっていう感じでもないって感じじゃないんだよね今の。あだこっち側の例えば回り込んだ、はい、回り込んだドロップショットも、回り込んだドロップショットももうこうちょっとサイドスピンをかかったこうあれなんだよ、うん、今のはどちらかというとちょっと回転量が多い、はい、ドロップショットでちょっと危険なんだけど、うん、もう少し落とした方がいいのかな。じゃあこんな感じかなというような、なんかちょっとスピードがあるんだよね今のドロップショット、うん、なるほどなるほど。なんか昔だとサービスボックスの中に3バウンスするのドロップショットがいいなんて言われてた時期ありますけど、そう、うん、はいはい、そういうドロップショットでも今ないって感じですかね。そうするとね、まあ、あるとは思うんだけどね、うん、だから、まあ、いろんなドロップショットがまた出てきてるんだろうね、はい、うん、ドロップショットの中でも。なるほどなるほど、うん、はい、以上になります。今日はドロップショットがテーマとなる動画となります、はいはい、初めてのドロップショットを打つ人から、うん、あとはドロップショットを試合の中でこう使ってポイントにつなげたいという方が、うん、まあ、ただ打つんじゃなくって、うん、ちゃんとこうドロップショットの決まるセオリー、うん、戦術的にどう使うといいのかっていうのを知っとくだけで、うん、まあ、技術的にちょっと甘くてもなんか相手を騙せて、はいはい、で、まあ、たとえ取られたとしても、うん、やっぱ相手考えますよね、うん、でやはりドロップショットで、まあ、打つことの重要さは今やはりみんなディフェンスの能力がすごい高まってポジションも下げてるから、はい、やっぱなかなかボールは決まらないと、うん、それを警戒させて一歩二歩前にさせることによって、はい、
またボールが決めやすくなる、ウィナーも奪いやすくなる、うん、そういうための牽制としても必要なんだよね、うん、ドロップショットっていうのは。なるほど。これはあれですよね、一般プレイヤーの方もそうですし、プロテニス選手もやっぱりこのベースっていうのは持っとくべきものですね、うん、持っとくべきだし、やっぱ打ち慣れとかないといけないかな、はい、僕は昔ジュニアの頃ドロップショットを打ちすぎてよく怒られたけど、こうもっと真面目にやりなさいみたいな。なるほど、うん、まあ、今でもそんな真面目にやりなさいなんていう指導者も少なくはなってるでしょうね、うん、しかもみんな真面目だしね、うんうん、今の選手は、うんうん、もしこのドロップショットで試合に勝てるようになったという方、コメントをお待ちしております。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。